速でしたね。安息にカーソル合わせて読み合うのはなんかプラスになるのかある。はい、じゃあ、クリバーサス、前向きレミです。はい、はい、こんばんは。ちょうどクリの試合ですね。はい、後ろ投げ、あーそっか、うわー、真空でも電陣でも前捨ての速さは変わりません。オアコパからの昇竜、ピオリから昇竜と、あの、なんでしょうね、国のゲージため、ゲージ管理のうまさが真空にも生きてるので、なんでしょう、気づいたらゲージ溜まってるというシチュエーションは結構いいのかもしれません。バコバコ真空使えたりとか。さあ、非常にキビキビしながら、下ソニーと灼熱じゃ割に合わんな。ゲージの差はあれど、デミーのオット飛ばす、別にこけませんからね。これぐらいガード、体力差あんまりないように見えるが、フニが余計なダメージを食らっていないような印象か。相打ち、レミー厳しい。スピードで勝負。さあ、まずは9人。